はい、シロックマンです。はい、今日は自分の部屋から実況をお届けしたいと思います。はい、この人ね、可愛いですよね、この人ね。はい、つうかまあね、普通のね、なんつうの、こう名もない、おそらくモデルさんだと思いますけど、普通に僕はね、この人可愛いと思うんですよね。まあ多分ね、30代か40代ぐらいのおばちゃんだと思うんですけども、これを見て僕普通に可愛らしい人だと思うんですよね。マスクしてますけどね。はい、これまあ全くね、おそらく名もないモデルさんだと思うんですよね。だからね、まあね、顔がよくわからないんですけども、まあ普通にストレートロングヘアの女性が好きなんで、そういう意味でね、まあ多分ね、これマスクしてますけど、普通に可愛らしい人だと思いますね。まあまあ、なんでかというと、この人によく似た人がね、昔僕が働いてるドラッグストアの従業員でいたんですけど、そっくりなんですけど、その人すごい可愛かったんですよね。はい、まあ、その人似てるからというのもあるんですけどね。はい、まあまあ、どうでもいい話ですね。はいはい、まあいいや。はい、今日はですね、まあとりあえず今ね、ここに並べてるのがですね、僕がまあここ1ヶ月も経ってないな、2、3週間ぐらいの間に購入したゲームソフトですね。もうほとんど PC エンジンの CD ロムロムのゲームがほとんどですけど、はい。それでまあね、今日もまた小包み2つほど届けましたんで紹介したいと思います。はい。まあね、親がいないときは小包み少なくてもね、紹介したいと思います。まあね、生でこういうちょっとね、開封するとこをお見せするっていう瞬間っていうのもいいかと思います。はい、リアルに僕のね、その届いた時の喜びが伝わると思いますんで。あー、これはゲームソフトじゃなかったですね、ごめんなさい。はい、AKB48 関連の CD でした。はい、はい、またあれからまだでもゲームソフトまた注文しちゃったんですけどね、またそれもちょっと紹介したいと思いますけど、はい、これまあまあほぼ新品ですね、未開封状態。はい、サチハラリのポニーテールですね。はい、こっちもポニーテールですね。これね、前も注文したんですけど、あの前のやつはね、 DVD がついてなかったって言ってね、大騒ぎしてたと思うんですけど、あれレンタル落ちだったんですよね。だから今回新品のものをね、注文しました。同じ値段ですから、1円で送料、1円プラス送料ですからね。だいぶ昔のものですから、これね、2013年ですから。はい、でこれはね、なんで買ったかと言いますとね、あのこのヒリヒリアルバイトっていうね、ヒリヒリアルバイトっていうね、特典映像がついてるんですけど、まあこの AKB のメンバーがアルバイトをするっていうね、普通に一般のアルバイトをするっていうね、そういうなんか企画のやつですけど、ガチでアルバイトしてますからね。それでまあこの横山由依がね、ラーメン屋でポニーテールしてアルバイトする姿がね、見れるということで、まあ昔見たことあるんですけどね。はい、でまあちゃんとね、 DVD 持ってなかったんで今回買ったんですね。1円だったら安いですから。はい、でまあ指原莉乃もアルバイトする姿が見れると、指原と横山がアルバイトするとこが見れるんですけど、指原はね、飛行機のなんていうの、受付、飛行機なんていうの、空港の受付やるのなんかや、なんかアルバイトやるんですよね。はい、で横山言うからラーメン屋で、この北原理恵のやつもあるんですけど、これは服屋さんでしたね、確か。んで、大島優子は花屋さんだったと思います。
で、それぞれね、アルバイトをするところがね、特典映像で入ってるんですよね、これね。で、一番まあ見たかったのは、やっぱこの、横浜ゆいね、ラーメン屋でポニーテールしながらアルバイトしてるっていうのはね、非常にね、興奮しちゃったんで、僕自身は。はい。それのために買ったようなもんです。はい。まあ、まあ、あんまりゲームと関係ない話でしたけど。はい。じゃあ今度これ。はい。開けたいと思います。これ、逆さ向けないと、住所見えちゃいますから、住所だけが見えたらまずいんでね。いや、ついにね、僕の住んでるね、市町村でも感染者出ちゃいましたね。一人ね、若い人で、20代の男性がね、感染したみたいで、あれですね、僕のね、家から車で5分ぐらいの近くに大きな病院があるんですけど、そこで入院されてるみたいですね。その感染した男性がね。だからまあ、長野県の長和町っていうところに住んでるんですけど、もうすごいど田舎なんですよね。めちゃめちゃど田舎なんですけど、何にもないとこですけど、そんなところでもね、感染者出るぐらいですからね。本当にね、やばいですね。で、僕の、まあ住んでる市町村の、まあ、隣に上田市という大きな町があるんですけど、そこも感染者だいぶ増えてまして、長野県も今ね、昨日だけで19人出たかな、上田市だけでね。で、僕のね、僕はね、通ってるドラッグストアも上田市なんですけどね。はい。で、僕のね、その上田市のあるスーパー、ビッグというスーパーあるんですけど、スーパーがもうコロナの感染者が出ちゃって、お店がね、閉めてる状態で、で、今、消毒してるというね、状態らしいですね。ほんとやばいですね、ほんとに。近くまで来てるなっていう感じがします、ほんとに。本当見えない戦争って感じがしてね、見えない最近とも戦争というか、まあ第三次世界大戦がまさにこのコロナがそうじゃないかという説もあるみたいですけど、はい。まあね、昨日はね、安倍首相ね、総理大臣もね、辞任したというね、こともありましてね。はい、まあいろいろありますね、本当に。はい。で、これが、はい、セガサターンですね。飯島愛さんのゲームですね。はい、亡くなりましたけどね。はい、まあ、個人的に結構好きだったんですよ、僕ね、飯島愛さんね。はい。これゲームソフトじゃないんですよね。普通になんか飯島愛が話してるところとか、まあ、ちょっとしたグラビアみたいなのがちょっと見れたりっていう、まあ、そういうソフトですね。ゲームじゃないんですよね、これね。ビデオクリップって書いてますけど。はい。そのビデオクリップをちょっと編集したり、自分でできたりするらしいですけどね。そういうゲームらしいです。ゲームって、ここに書いてますね。はい。このソフトはゲームではありませんって書いてますね。はい。君は飯島愛の新曲プロモーションでディレクターとして活躍できるか。ミュージックエンターテインメント、マルチメディアソフトって書いてます。はい。はい。フォト CD、ビデオ CD、電子ブックオペレーターなど、セガサターン用周辺機器は必要ありません。セガサターン本体のみで稼働します。はい。まあ、帯付きですね。音楽業界は常に新曲ラッシュの戦場だ。君はそんな弱肉強食のサバイバルワークに、新生愛、飯島プロジェクトの新人ディレクターとして乗り込むことになる。プロデューサーから手厳しい主張文が相次ぐし、スタジオライブビデオの編集が下手だと愛ちゃんも怒って帰っちゃうし、現実味も 100点満点。君のディレクター手腕は果たしてどこまでも発揮できるのか。出だしから番組放映用の編集作業が待ってるぞ。って感じで。まあでもそういう意味ではゲームですよね。まあこう、プロモーションビデオをまあ編集して、あれですよね。いじまえを怒らしちゃいけないというゲームですから。まあゲームといえばゲームとも言えるし、みたいな。ギャルっぽいですね。まあね、いじまえさんはね、あ、これめっちゃ汚れてるやん、これ。まあまあいいけどね、別に。まあだから安かったんでしょうけどね。めっちゃ湿ってるやん。飯島愛さんはフランス帯で見つかったんですよね。
確か。だから非常に悲惨な死に方されてたという。ただ風邪かなんかでなんかね、かなり具合悪くなって亡くなったというか。めっちゃでかいな音が。グッドアイランドカフェっていう曲があるんですね。それのタイトルになってる。そのプロモーションビデオがのタイトル、曲、あ、2曲入ってるんですね、これね。はい。まあこれ普通にあれですからね、この CD をね、プレイヤーに入れれば音楽も聴けますから、かわいいですね。この写真のとこに。はい。ちょっとギャルっぽいんですけどね、結構好みだったというか好きだったんですよね。この人ね、実は、まあ知ってる人は知ってると思いますけど、元 AV 女優ですからね。はい。すごいですよね。AV 女優が、普通にタレントとして活躍できるっていうのはこの人だけだったと思いますね。いないと思います、他にはね。はい。特別な存在だったんですよね、この人ね。AV 女優がね、タレントとしてね、お茶の間で活躍したっていうのはこの人しかいないと思いますね。他にいないと思うんですよ。知らないですね。そんな人ね。はい。ちょっとこう、だから、異例な経歴を持ってる方ですよね。亡くなったのはすごく残念ですけどね。あとなんか、チャギアンダスカのアスカとなんか関連があったんじゃないかという説もあったりね。覚醒剤の関係でね。そういう説もあるみたいですよ。なんかそういう裏で言われてますよね。まあ本当かどうかわからないですけどね。はい、まあ、そんな感じです。飯島愛のゲームね、ゲームというかまあなんていうのかね、はい、そんな感じです。で最近はさらに追加注文したものはって言ってね、これですね、プリンセスミネルバ PC エンジン750円ね、とマジクール PC エンジン2280円送料込みで、はい、注文しました。まあ、プリンセスミネルバは安かったですね。はい、これもロープレイですけど、マジクールもロープレイです。マジクールはね、2人同時プレイでね、プレイできるロープレイなんですよね。まあまあ友達があんまりね、今いないから、そのね、一緒にゲームできるような友達が今いないので、いないというか、昔はいっぱいいましたけど、みんなね、仕事が忙しくなって会えなくなっちゃったりなんかしてね。まあ、最近はね、なかなか一緒に遊べる友達いないんですけど、マジクールはね、2人同時プレイができますね。あとはエフェラ&ジリオラっていうね、ゲームも2人同時プレイできるロープレイですけどね。アクションロープレイですね、これね。マジクールはね。で、プリンセスミネルバは、普通のロープレイですけどね、戦闘曲がかっこいいんですよね。おしゃれな戦闘曲でね。そういう印象が強いですね。はい。これですね。ゴッドアイランドカフェ、飯島愛、1020円。恋のサマーファンタジー、沖縄恵み、1605円でしたね。はい、そんな感じです。で、この間ね、ゲームのリストをお見せしましたけど、僕は書いたね、まあ、まあ結局ね、この間 PS をお見せしましたもんね。で、ここが PS2 ですね。PS2。なんかね、ポリメガって、ちょっとネットで調べて、じっくり調べたんですけど、ポリメガってね、なんかアップデートすれば、またね、他のゲーム機をプレイできるようになるようなね、なんかそういう感じがあるらしいですね。だから、今は PC エンジン、CD ロムと、メガ CD と、PS と、ネオジオ CD ぐらいか。今プレイできるのが分かってるのはね。
で、さらになんかね、バージョンアップしてアップデートすればね、3DO が遊べるようになったりね、ドリームキャストが遊べるようになったりっていうね、なんかそういう仕様になってるらしいですね。だから、まあ、時間が経てば、遊べるゲーム機増えていくっていうかね、そういうものらしいです。でも PS2 は、ちょっとどうかわかんないですけど、まだね、今のところ。そのうちね、バージョンアップすれば FX、PCFX とか、あと 3DO とかもね、プレイできるようになるかもしれないという話もあるみたいでして。はい。PS2、まあドリキャスもそうか、ドリキャスとかね、Xbox とかもね、もしかしたらできるかもしれないというね、そういう話もあるみたいです。まだね、まあ正確に決まってないみたいですけど、なんかそういうアップデート形式で、プレイできるゲーム機が増えていくっていうシステムになっていくみたいですね。でもさすがに PS3 とかは無理だと思いますけど。はい。まあそんな感じのなんか仕様になるらしいですね。これはもう PS2 のね、僕が持ってるゲームソフトですけど、まあ、初めて買ったのが意外なことに絶対絶命投資なんですね。で、この怪盗スライクーパーっていうのは体験版なんですよ。これまあ、これ無料で体験版をもらってきたやつが一番最初になってますけど。で、買ったゲームとしては、絶対絶命都市が一番最初で、で、機動戦士ガンダム、連邦バーザスジオンデラックスとかが最初でしたね。ドラゴンボール Z とかね。が最初の方だったというね。PS2 が。まあ、PS2 もね、いつの間にかいっぱいに なりましたからね。はい。で、この赤で指示してるのが、今は持ってないというか、売っちゃったやつっていうかね。ドドンパチ大王女売っちゃったのは痛いな。まあまあまあ、パンドラボックスとかでできるからいいんですけどね。はい。ウルトラマンファイティングエボリューション2は友達に仮パクされたんですよ、確かね。はい。まあね、こんな感じで一応ね、PS3、Z2 もいっぱい持ってるんですけど。バウンサー、あんま面白かったですよね。武人会もね、面白かったです。これね、ガクトがモデルになってるんですよね。主人公はね。はい。はい。なんかこの辺とかちょっとね、セロテープで字がにじんじゃって変になっちゃってますけどね。はい。まあ PS2 はそんなに売ってないですよね。まあね、実際僕 PS2 のゲームソフトも全部ね、実物をお見せした動画ありますんでね、実物で紹介動画見たい方はそっちで見ていただければと思いますけど、これはまあ リストのデータのみですね。全部書いてありますね。持ってるゲームソフト。はい。これなんかね、ドラクエ8なんてね、説明書と箱なしで100円で売ってましたからね。あとこの FF10 にも箱と説明書なしで100円です。はい。なんか一時期ね、なんか PS2 のソフトが100円均一みたいな店があったんですよね。そこでめちゃめちゃ買いまくったんですよね、昔ね。ちょうどこの頃、この辺そうですね。この辺のゲームソフトは100円でほとんど買ってんですよね。はい。100円均一みたいなのやってたんですよね。あれ、確かバンダイ書店やったかな？上田のね、潰れちゃったんですけど。閉店前セールみたいな感じで、なんか処分セールみたいなのに全部100円で売ってて、その時もう毎日通って買いまくりましたね、PS2 をね。その時でもだいぶ PS2 増えたって感じですね。まあ、でもやってないの多いですけどね。はい。見た目が面白そうなゲームは全部買いましたからね、100円で。はい。ほとんどやってないですよね。
やってないの？この辺も全部そうですよ。100円でその店で買ったやつです。この辺とか全部そうです。この辺も全部そうです。はい。もう、1ヶ月か、1ヶ月もあれしないか。1週間か2週間か、それぐらいずっと毎日通ってね、買ってましたからね。はい、気が済むまで、もう欲しいのなくなるまでね。はい。で、量がごとくずっと。これ以降もまだいっぱい買ってるんですけど、書いてないのもありますね。PS3 ですね。 PS3 はね、もっといっぱいあるんですけどね、こんだけしか書いてないですね、はい、最初これラストガイっていうね、ゲームをダウンロードして、ダウンロード用のゲームを出たゲームね、でしたけど、で PS3 が前の PS3 壊れちゃったから、これもうなくなったってことでね、赤線になってるんですけど、全部ダウンロード版でしたね、この辺ね、はい、これ全部ダウンロード版ですね、はい、もう前の PS3 壊れちゃったから、それと同時にゲームもなくなっちゃって、はい、でロックマン9とロックマン10に関しては Wii でダウンロードし直しましたからね。 PS3 版はもうなくなっちゃったんで、これでね、 PS3 壊れたと同時にね、でデータの移し方とか知らなかったんで、そのまま本体壊れたらもう一瞬に買ったゲームも全部なくなっちゃったみたいな、ね、感じでした。で初めて買ったゲームがザ・キング・オブ・ファイターズ12かな、これ。うん。が初めて PS3 のゲームで初めて買ったゲームですね。はい。ね、こんな感じですね。まあ、PSP ですね。PSP ももっといっぱいあるんですけどね。書いてるのここまでしか書いてないっていうか。最近書けてないんですよね、このリストね。中途半端なんですよ。このゲーム機ごとの分類のこのリストはね、書けてないですね。買った順番にこう、書いてるやつはね、これはずっと書いてるんです。書き続けてますけど、こっちのやつはね。はい。で、これ、まあ、あれ、ああ、そうだ、こっち。まあ、ドリキャスをお見せしましょうか。ドリキャスも結構いっぱい持ってるんですけど。ドリキャスは初めて買ったゲームは、カプコンバード戦争の系ミレニアムファイト2000ですね。はい、格闘ばっかりですね。ドリキャスも持ってるゲームソフトは。対戦格闘ばっかりです。もう KOF シリーズなんてもう発売日に買いに行ってますからね、ドリキャス版の。感じですね。ルーマニア2003、ま、以降も買ってるんですけどね、書いてるのここまでですね、これ、はい、もうメガドライブと、もうね、メガドライブ、ファミコン、スーパーミコンとか、もうね、レトロクエストとかにも全部入ってるから、もう買う必要もない感じはしますけどね。ワンダースワンとかもね、ゲームボーイとかゲームアドバンスとかはね、ゲームソフトも買う必要ない気がしますけど、レトロクエスト、レトロペジアとかね、レトロパイがあれば、はい。ワンダースワンですね。ワンダースワン初めて買ったの、魔界村4ワンダースワンですね。はい。このドラゴンボールとセイントセイヤはめっちゃレアですね。発売日に買いに行きましたけどね、僕は。はい。ここまでですね。PC エンジン。まあ、ヒューカードはまあいいか。はい。まあ、こんな感じですね。で、ファミコン。これファミコン。ファミコンもめっちゃ多いからな。ファミコン僕が一番持ってるゲームソフトの中で、ファミコンが一番多いんですよ。500本以上ありますから。はい。ファミコンはもうね、500本以上ありますんで。非常に多いんです。一番多いですからね、持ってる本数が全部の中で、はい、で、その時に多いのがスーパーファミコンかもしれませんね。スーパーファミコンは300本ぐらいありますね、
番号で523番まで。しかもこれ以降もまだあり、書いてないのもありますからね。だからまあ500本以上はあるっていうことですね。ファミコンソフトね。はい。まあ、売っちゃったゲームもあったりするんで、あるんですけど。はい。で、スーパーファミコンもいっぱいありますね。まあ、ファミコンは僕ね、初めて買ったゲームは、スーパーマリオとバルーンファイトと F1 レースの3本同時に買った時ですね。で、これスーパーファミコン。スーパーファミコン初めて買ったのは、高橋名人の大冒険島ですね。はい。覚えてます。はい。スーパーファミコンも300ぐらいあると思いますけどね。342本ですね。これ以降もまだ増えてますからね。おそらく今はもう400ぐらいいってるかもしれないですね。400は、まあ、あるかないかぐらいかなと思いますけど。ゲームボーイですね。ゲームボーイは何本ぐらい？ゲームボーイは179本ですね。179本。まあこれ以降まだ増えてますからね。で、ゲームボーイアドバンスですね。ゲームアドバンス初めて買ったのがスーパーストレートファイター 2X リバイバルですね。はい。49本ですね。で、こっからもまだ増えてますからね。Nintendo DS。はい。初めて買ったのはゲームセンター CX アリノの挑戦状ですね。でも、こんだけしか15本しかないですけど、これ以降もいっぱい買ってますからね。書いてないだけでね。3DS も2本しか書いてないですけど、これ以降もいっぱい買ってますからね。Wii ですね。Wii はまあ、Wii は少ないですね。今でもこれぐらいしかないと思います。初めて買ったのは初めての Wii ですね。はい。Wii は今でもこんだけしかないと。あ、これプラスファイアーエンブレム、暁の女神かなだと思いますね。それぐらいしかないですね。で64は3本しか持ってないんですよね。僕、大乱闘、スマッシュブラザーズと、悪魔とドラキュラ、目視録と、スーパーマリオ64しかないんですよ。で、ゲームキューブもこんだけしか持ってないんですよ。あ、これプラス6本目は、ファイアーエンブレムの創縁の奇跡ですね。はい。6本しか持ってないですね。任天堂ゲームキューブは。はい。で、初めて買ったのが、ゲームボーイプレイヤー、スタートアップディスクですね。はい。任天堂ゲームキューブ自体ね、買った目的がテレビでゲームボーイプレイするためですからね。まあまあ、スーパーファミコンのスーパーゲームボーイでもね、ゲームボーイはテレビでプレイできるんですけど、まあこっちの方がね、ちょっと見やすいというかね。はい。はい、しかもゲームアドバンスもね、テレビでプレイできますからね、こっちだと。だから良かったんですよ。まあこんなに買っちゃったんですけどね、こんなにもう買えないですね。ここもうしばらくね、1ヶ月2ヶ月ぐらいはちょっと買えないかなと思いますけどね。あんまり高いのはね、はい。いやね、2000円以上ねしたゲームに関しては3回払いでね購入してるんで、今回ちょっと量が多かったんで、買った量がね、だから2000円以上高いゲームに関しては3回払いにして で購入してるんでね。で、まあ2000円より安かったゲームはそのまま1回払いで買ってますけど、2000円以上高かったゲームに関しては3回払いってことで、そうしないとちょっとね、さすがにね、だからまあ3万ぐらいかな、使ってんのはね、これ、うん、まあ、PC エンジンの美少女ゲームは5タイトル全部揃いましたね、これで。はい。井上あさみと、鏡の国のレジェンドと、迷宮のエルフィーネと、ノリコと、三橋学園ですね。はい。ちょっ
ょっと暗かったね。すいませんね。あとまだ届いてないのはこの魔物ハンター陽光のまたこれもう一本の方が届いてないなと思いますけどね。はい。まあ、この中でね、真っ先にやりたいのはノリコですね。これが一番やりたいなと思いますね。あとウルトラボックスも真っ先にやりたいなと思います。まあね、一度にゲームできないですからね、ポリメが届いたとしても一度にプレイはできないんで、少しずつやっていく感じになると思いますね。だからこれね、ストリージオのこれ買ったんですけどね、結局今のところポリメガではまだプレイできない状態なんで、ポリメガでプレイできるようになるのはね、アップデートね、バージョンアップしてからって感じだと思われるんで、だから僕これ一応実機でもストリージオ持ってるからね、それでプレイしようとまたできるんですけど、まあ、またそのうちやろうと思ってますんでね、やってほしいというね、声もありましたんで、はい。まあ、そのうちやろうと思ってますけど、ちょっとまだ 3DO がかなり奥にしまってあるんで、はい。コードとか探すの大変なんですよ。まあ、今回、美少女系のゲームは、これ、まあ、さっき紹介したこの PC エンジンのこの5本と、結構今回美少女系いっぱい買ってるんですよね。この5本とですね。あとは、この恋のサマーファンタジー、沖野めぐみさんのやつね。はい、これと、あとこの飯島愛さんの、これはまあゲームとは言えないんですけどね。で、あとこのスターボーリングもそうです。これはまあ、女性声優ね、人気声優10人と一緒にボーリングを楽しめるというゲームなんで。はい。まあ、あとこれ、ディスクのみのやつですけど、これも嬉しかったですね。マーシャルチャンピオンと天使の歌ね。はい。まあ、全部プレイするかどうかわかんないですけどね、ポリメが届いてもね。はい。あと、まあ、僕、バビルもやりたいですよね、これ。バビル。これもやりたいですね、めっちゃ。バビルとは、ブライツ、闇皇帝の逆襲とか、あとこのラバルーとかね、なるべくね、届いたらすごいやりたいぐらいのゲームですね。はい。と、魔物ハンター陽光もそうですね。まあ、そんな感じですよね。まあ、そう考えればこのハイグレネーダーとこの惑星ウッドストックが一番ねプレイする可能性が低そうな気がしますけどね、はい、でもまあちょっとやりたい気持ちはあるんですけど、まあ、これを音楽目的で買ってますからね、この2つはね。今回何本買ってんだろうな。今回本数的には 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 本買ってますね。35本ですよ。35本ってことはもうその時点で1本平均1000円と計算しても3万円は超えてますね。もう買えないな。2ヶ月くらい買えないかもしれない。神曲がかかった。イース3のね、ラスボスの曲ですね。
スーパーファミコン版の。で、これ、今回ね、35本プラス、これも最近買ってますからね、トローブルミニ 128GB2 と 128GB と、ね、これもそうですからね。はい、でも結構な金額、4万ぐらい使ってるかもしれないな。まあ、これは、この星マークがついてるのは、あれですけどね、回数払いで、数回払いで、3回払いぐらいにしてますけど。一番高かったのは、これですね、ウルトラボックス3号、2900円ですね。で、あとこれも、ウルトラボックス5号も1805円。で、魔物ハンター陽光、陶器呼び声が2825円ですね。この辺が一番高かったですね。ウルトラボックス6号2665円。この辺が一番高いです。この辺も、そう、あれですから、3回払いにしてますからね。はい。一番高かったのはこの辺ですよね。2000円以上、3000円近くしてますからね。で、一番安かったのが今回買った中で、一番安かったのは、鏡の国のレジェンドかな。530円、送料。あ、違うわ。惑星ウッドストックですね。397円ですね。はい。一番安かったのはそれですね。あと、ハイグレネーダーも安かったですね。439円ですね。あとね、めっちゃ欲しいと思うのは、やっぱ山村美さんのね、金銭界絵皿殺人事件ってやつかな。あれが高いんですよ。3000円いくらするんですよね、あれね。ちょっと高いから手出せないですけど、もうちょっと安くなったら、ね、2000円まで下がればね、買ってもいいかなと思うんですけどね。あとそれですね、狙ってるのはね。で、このマジクールもね、昨日買い、ね、注文したんですけど、もっと高かったんですよね。3000円ぐらいしてたんですけど、まあ、2000円ぐらいまで値段下がったんでか、ね、買ったんですよ。まあ、送料込みで2280円ですから、まあ、2000円弱ですね。実際ね。はい。3000円以上してたんですけどね。ちょっと安くなったから、買うことにしました。はい。いや、神曲ですね。まあまあ、PC エンジン CD ロムに関しては、結構これで満足かなという感じはしますね。あとはまあセガサターンとか BS のソフトでなんかちょっと欲しいのがあれば買おうかなぐらいの感じで、PC エンジン CD ロムはもうこれで満足ですね。あとまあ、中華ゲーム機に入ってる PC エンジン CD ロムのソフトもあるね、プレイできるやつも買ってないのもあったりしますけど、まああれはあれでね、中華ゲーム機でプレイできればそれで満足なんで、はい。すごいね、神曲ですね。だからまあこのね、僕の昔の PC エンジン CD ROM のね、このリストの中のこのピンク色のマークのやつは、この手放してしまったゲームはね、とりあえずもうほとんど取り戻した感じですね。ほとんどね、はい。だいたい取り戻したっていう感じがしますね、はい。売ってしまったものに関しては、はい。あとはまあないのはうるせえやつらとか、はい。
まあ、ウルトラボックス2号もまだないですけど、ウルトラボックス2号もまあ、アマゾンで今品切れですけど、また、売ってたら買おうかなと思いますね。まあ、買えるぐらいの値段だったら。はい。あと、まあ、そうですね。ウルトラボックス2号とこの山村メササスペンス、金銭化、京絵皿殺人事件ぐらいですね。あと、特に欲しいなと思うのはね。あと、まあ、ブライ八国のユース伝説もまあ、持ってないんですけど、これメガ CD 版の方がいいっていうね、話もあるみたいなんで、PC エンジン版よりね。はい。まあ、実際にあの、中古で見たら、メガ CD 版の方が安かったですけどね、PC エンジン版よりね。あれですね、あの PSP 版の、まあ、PC エンジンベストコレクションのね、スーパースターソルジャー、ファイナルソルジャーとスターソルジャーブレイド、スターパロジャーがプレイできるやつですね。でこっちが天外ジェライヤと天外魔境マンジマルと歌舞伎伝がプレイできるっていうね、 PC エンジンコレクションですね、はい、これレアですよね、結構ね。王様伝説コレクションは、ね、下に置いてるんやったね、はい、いやね、もう皆さんコロナ感染しないようにね、気をつけてくださいね、本当にね、大変なんでね、感染したらね。これがすごい大好きで、ハリボーグミッツって、これ僕はあのドコモポイントで買ったんですけど、はい、ドコモポイントがね、3万ポイント貯まってて、お店でね、ドラッグストアで自分のお店でね、買ったんですよ、これね。こういう感じのグミですね。はい、これ、まあ、めちゃめちゃ高級なグミなんです、外国製のね。外国のブランドというかね。すごい美味しいんですよ。これ368円ぐらいしますね。で僕ね、ドコモポイントはね、まだ3万ポイントあるんで、で、エディオンっていう電気屋さんでね、明後日かな、職場の健康診断があるんですけどね、それ行くついでに、エディオンっていう、ね、電気屋が近くにあるんで、そこでね、3万ポイントあるんで、3万ポイントあればね、なんか、あれですよね、ゲーム機買えるんじゃないかなと思いまして、ちょっと見に行ってね、なんか買おうかなっていうのも考えてます。だから、ドコモポイントでゲーム機買えるっていうのはすごいですよね。すごい贅沢っていうか。まあ、買おうとしたら PS3 買おうかなって感じですね。PS3 はね、今1台あるんですけど、ちょっとね、ガタが来てるんで、しかもデータが入れすぎてね、PS3 の新しいゲーム、最近というか、ここ近年発売されたのがね、プレイできない状態になってましてね。だからまあ、改めてね、新しい PS3 1台買ってもいいかなと思ってますんで。PS4 とかね、Nintendo ゲームキューブはさすがに買えないと思うんですよ、3万円ではね。だから、買おうとしたら PS3 かなっていう感じですね。もう3代目になりますけどね。今度もし買えたらね、PS3 が。PS3 って2、まあ、2万ぐらいで買えますもんね。うん。だから、PS3 を、まあもしかしたら明後日買うかもしれません。はい。まあ、PS3 今年たくさんゲームソフト買いましたからね。それもプレイしたいんでね。はい。それに向けてっていうのもありますし。地下倉庫でね、PS3 プレイできますからね。はい。ということで、はい。まあそんな感じですね。はい。これも美味しいですね。
カムカム巨峰ね、これも美味しいですよ。こんな感じのね、あんまり入ってないですけどね、これめっちゃもう美味しかったです。カムカム梅、これもうまいです。はい、これもこんな感じです。こういうので食べてるんですよね。もう手で食べたら危ないんで、こうやってこういうので食べるといいですよ。こうやって爪楊枝で食べるとかね、手で食べない方がいいですね。もうコロナのことがあるから、なるべく物を手で食べない方がいいですよ。箸で食べるかこういうので食べる方がいいですね。それぐらい気を使った方がいいですね。で、自分の部屋でもね、食べ物を落としたものをね、掴んで食べるのをやめた方がいいですね。床にコロナがついてたら、もうそれね、手が汚れた状態で食べることになりますから、そこまで気を使ってるんですよ、僕も今。このグミもね、これもう爪楊枝で食べてますからね、こういうのも。で、どうしても手で食べなきゃいけないものは、もう手を洗ってからでないと食べちゃいけないと思います。それぐらい気を使った方がいいですね。これハリボーグミ食べるにしたってね、ここに爪楊枝が入ってます。これでこうやって食べるんですよ。掴んで食べてる。手で使って食べない方がいいと思う。もうそれぐらい意識した方がいいです。物を食べるときは手を掴んでね、手で掴んじゃダメです。はい、でも、なるべく清潔でいることですね。でも、メガネとかももう、仕事から帰ったら消毒すると。はい。タブレットとかもね、もうテーブルの上とかも全部拭くと。毎日ね。消毒すると。もうそれぐらい心がけないと、本当にもうやばくなってきました。あと、アマゾンからね、届いた荷物、もう全部、こういうね、こういうもので、消毒して、しないといけないと思います。はい。はい、じゃあ今回はちょっとね、はい、これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。